はい、おはようございます。本日もよろしくお願いします。本日紹介するのはこちら、ずるいパンツに新作が入荷しました。はい、ということで2度ほど前に紹介させていただいたジェリーのパンツなんですが、今回ちょっと夏の新素材で、定番の人気のパンツが入ってきたのでちょっと紹介しようと思います。まあ、冒頭に言いました通りずるいパンツということで、こちらジェリーキャンプパンツなんですが、今回素材が変わりましてシャンブレ素材なったので、非常に薄手で軽く、これからの季節にぴったりな素材のパンツです。まあ動画を見てもらったら分かるんですけど、めっちゃ細いです。正直めっちゃ細いんですけど、腰回りはある程度僕 L サイズ、さすがに M は無理だったんですけど、 L も LL も腰回りは楽というか全然大丈夫でした。で、膝から下がやはりかなり細身にはなってるんですけど、こちらストレッチ素材になってますので、まあもう細くても L であっても全然動きに支障がないというか、非常にすっきりしたシルエットで履いてる方にはめちゃくちゃ楽に履けるということで、それプラスこのお値段ですね、4378円っていう、パンツでこの値段かっていう、相変わらずまあずるいというか、いいとこ取りというか、まあ、ジェリーならではのこの作りであったりお値段であったりということで、今回もまあ多分かなり人気出るんじゃないかなと思います。まあ通常についているポケットも、このキャンプポケットもどちらもこう深さがあって十分に物が入るので、やっぱり今回も相当物が入れれそうなので、なんだかんだ普段使いからそういったアウトドアキャンプとかに持っていくとめっちゃ便利かなっていう感じですね。ウエスト周りはゴムになってますので、もう本当に何から何まですごく楽に細身で履けるという感じです。これから暑くなるけど、この素材であれば肌に密着してても涼しく履けるんじゃないかなっていうところで、今おすすめしたいずるいパンツとして、この今回ジェリーを上げさせていただきました。はい、でまたですね、こちら詳しくはまたうちのオリジナルサイトで、詳細載せていただいてますし、ぜひ着てほしいのはお店ですね。
お店に遊びに来て、ぜひ履いてみて、どんなシルエットになるかっていうのをちょっと体感してほしいですね。色はこちらの薄い方とワンウォッシュと2色ありますんで、ぜひぜひ色も含めて、ちょっとサイズ感試してもらえたらなと思いますので、ぜひご来店ください。お待ちします。はい、それでは、本日も弁天町にありますプロトコル大阪にお送りさせていただきました。どうもありがとうございました。はい、森田の今週の映画になります。お願いします。今回はですね、今月6月5日から、ネットフリックスで配信開始になっています、セーヌ川の水面の下にという、タイトルからしたら何のこっちゃ分かんないですけど、サメの映画です。まあ、もう夏といえばサメ、サメといえばもう夏の映画ということで、今回ちょっと久しぶりにサメ映画の新作を見てみたんですけど、これはねフランスです。フランス映画の、サメものということで、簡単に言うと、もう今のタイトル通りですね、海におる巨大ザメがフランスのセーヌ川に流れ着いて、フランス人を食べまくるという非常にむちゃくちゃな話なんですけど、なんとかこじつけて理由つけてそのセーヌ川にいてるのをこう見てるものに納得させるというか、まあストーリーは本当合ってないようなもんです。で、主人公は女性で、まあ、過去にそのサメに対して、ちょっとある事件があって非常に深いトラウマを負っていると。で、最初はまあ警察、当然そんな川にサメなんておるわけないということで相手にされないんですが、まあ、徐々に犠牲者が増えて、最後は、サメと対決するという、もう本当にそこら中にある話というかなんですけど、やっぱりね、みんな大好きサメということで非常に僕も期待してたんですけど、まず、特撮シーンというか、サメ映画なんて人間食べられてなんぼなんですけど、まあ、大した見せ場もない、中途半端な残酷描写、安い CG ということで、かなり残念な仕上がりにはなっています。せっかく面白いシーンがあったりとか、そのセーヌ川の地下の狭い水路のとこでサメと対峙するシーンとか、すごく面白い、目新しいなって思うところがあったんですけど、やっぱりいかんせんそこで安い CG 見せられるとっていうような感じですね。ただ一つ、秀逸というか良かったなと思う点は、この映画でいうラストシーンですね。まあこういうのはまあそうですね、あんまり言うとネタバレになっちゃうんですけど、良かった良かったみたいな終わり方多いんですけど、非常にこのラストだけは、最後にこのラストを見るためにちょっと我慢した回はあったかなっていうぐらい、僕は良かったと思うので、ちょっと頑張ってラストまで見てみてもいいかなと思いますし、まあサメ映画、サメ好きの方はまあ必見だと思います。かなりの数出てくるし、ちょっとね進化したサメみたいな感じで、説明しててもようわからなかったですけど、そういったのも出てくるので、ちょっとサメ映画好きとしては今ネットフリックスやってますんで見てみてもいいかなと思うんですけどね。まあメグザモンスター2もあるのでどっち見るか僕悩んだんですけど、今回見たのはセーヌ川の水面の下にでした。